大口義則君。大口君。公明党の大口義則でございます。本年は東日本大震災から10年という大きな節目を迎えています。 3.11 も間もなくでございます。改めて、この震災による犠牲となられたすべての方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての皆様にお見舞い申し上げます。震災後も平成28年の熊本地震、鳥取県中部地震、平成30年の大阪府北部地震、北海道胆振東部地震など地震が大規模な地震が相次ぎ、先日も福島県、宮城県で震度6強を観測する福島県沖を震源地とする地震が発生しました。大臣も現場に行かれました。私も行かせていただきました。また、豪雨台風も多く、近年では平成26年8月豪雨広島、平成27年9月関東東北豪雨、平成29年1月九州北部豪雨、平成30年7月豪雨西日本豪雨、令和2年7月豪雨で、線状降水帯が発生し記録的な集中豪雨や、また令和元年の房総半島台風、東日本台風の襲来があり、毎年のように甚大な豪雨被害、台風被害が発生しております。激甚化、頻発化する自然災害から国民の命と暮らしを守ることは政治の使命と責任であります。昨年12月11日政府は、事業規模おおむね15兆円程度の防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策を閣議決定し、成立した令和2年度3次補正予算で初年度の経費を計上、かねてより公明党も強く求めてきたことであり、高く評価をしたいと思います。本年1月の6日、赤羽大臣が静岡市に来ていただきまして、観光関係、交通関係の方々を2時間半いろいろ意見交換をしていただきました。その後、静岡市長、また公明党静岡市議会と私が、国道1号中沼交差点の機能強化、国際拠点港は清水港の整備と、一級河川安倍川の整備の3点について要望させていただきました。大臣には国道1号長沼交差点の機能強化についてお伺いしたいと思います。国道1号長沼交差点の渋滞損失時間は、対策が未計画の箇所で静岡県内ワースト1、県内の国道1号の平均の約6倍の渋滞損失時間が発生しています。1日あたり2000人が1時間渋滞に遭っている計算になります。渋滞の原因の一つは、国道1号および交差する主要地方道山脇大谷線がともに交通容量を超えている上、交差点内の右左折交通の割合が高く、交差点容量を超過していること。二つ目は、国道1号と交差する山脇大谷線は鉄道や地域幹線道路との平面交差が多く、交通が渋滞しているため、国道1号長沼交差点を左折する車両が信号青の間に曲がりきれず、後続車両が国道1号本線に滞留し、直進交通の渋滞を悪化させていることでございます。また平成27年以降の山脇大谷線の長沼交差点から豊地交差点間の交通事故発生状況を静岡県警が調べたところ、平均して1週間に1件の人身事故が発生しております。事故累計別では追突事故が最も多く、全体の約 45% を占め、右左折事故も多発しております。さらに、国道1号長沼交差点の南には JR 東海の東海道本線、東海道新幹線をまたぐ長沼大橋が接続しておりますが、供用からすでに54年が経過し、老朽化問題に加え、橋脚は熊本地震で落橋した不良台一橋のと同じロッキング橋脚で、単独で樹立せず水平方向の上部構造完成力を支持できない、切迫化する南海トラフ巨大地震など大規模地震で変異が発生すると不安定になり、支障部の破壊から落橋に至る可能性が高く、落橋した場合南北交通が途絶するだけでなく、JR 東海道線、東海道新幹線が相当な期間不通となり、
我が国の経済に計り知れない打撃を与えることが想定されます。昨年11月、静岡市長会長に地域の代表や公共交通機関、物流関係者も参加する国道1号長沼交差点機能強化促進規制同盟が設立され、私や上川法務大臣も顧問に就任し、当該箇所の課題解決に取り組んでいます。これらのことから、国道1号長沼交差点の機能強化は広域道路ネットワーク、防災減災、国土強靭化、災害時のリランダンシーの観点から、東名、新東名、国道1号、国道1号バイパス、市管理補助国道、国道150号など を南北で結ぶ、全国では他に類を見ない地域公共道路、静岡南北道路計画の中で、長沼交差点の渋滞対策、長沼大橋の老朽化対策を国が主体的に検討していくべきではないかと考えますが、大臣のご所見をお伺いします。国土交通大臣、赤羽一嘉君。はい、まず静岡南北道路というのは、今お話があったようにですね、静岡市内の幹線道路ネットワーク、東西軸としては新東名高速、国道1号静清バイパス、東名高速等が整備される中で、数少ない南北軸として大変重要な結節道路だというふうに思って認識しております。この静岡南北道路につきましては、新東名高速と静岡市内を結ぶ、約3キロが整備されたものでございますが、今お話ございましたように、国道1号の現道と交差する長沼交差点、これ大変渋滞だということを重く見ております。このことが、平成29年10月の台風21号では、国道1号および東名高速が越波によって通行止めとなって、その結果新東名高速に迂回する交通が清水連絡路に集中するなど、災害時の代替性の観点からも課題があるというふうに考えております。地元でも大口議員や法務大臣が、規制同盟の、顧問になられて、そうした組織を作られているということは、それだけ地元としても大変大きな問題だというふうに捉えられているものと承知をしているところでございます。この長沼エリアの渋滞対策を検討するために、これまでも国と静岡市によるワーキンググループ、令和元年に設置をさせていただきました。このワーキンググループにおきまして、長沼大橋の老朽化対策も含めて、広域的な道路ネットワーク形成の視点に留意しつつ、速やかに、立体化の対策の方向性を取りまとめる、これを、おそらく今年の夏をめどにですね、それを取りまとめるように、静岡市と緊密に連絡しながら検討を進めてまいりたいとこう考えております。以上です。大口君。大臣は退出なさってください。大臣、退出いただいて結構でございます。これは質問ではございませんけれども、現在整備中の国道1号静清バイパス清水立体化事業については、限られた予算で一日も早い効果を出すために、まずは上り線を先に供用し、国道1号湯原交差点の渋滞を一日も早く緩和してほしいとの声もありますので、ご検討のほどよろしくお願いしたいと思います。次に清水港についてお伺いをいたします。特定事業港湾、国際拠点港、国際旅客船拠点形成港湾、清水港の整備についてお伺いをいたします。静岡県が公表している第4次地震被害想定において、清水港では将来発生が懸念される南海トラフ地震により、津波による甚大な被害が想定されています。多くの人命、財産、港湾施設や港湾関係産業への被害を最小限に抑え、市民が安全で安心して暮らせる町を作るためには、外交防波堤を粘り強い構造へ改良する事業を加速化させるとともに、津波による被害から廃墟地を防護する防潮堤の整備を促進することが重要であります。清水港の日の根地区から江尻地区は、大型クルーズ船が接岸する岸壁、イベント広場や商業施設も多い清水港で一番にぎわうベイエリアでありますが、防潮堤が整備されていないこの無堤区間に、一日も早く防潮堤が整備されるよう国も積極的に支援すべきと考えますが、どのような内容の支援を検討しているのか、公安局長より答弁をいただきたいと思います。高田公安局長。
お答えいたします。清水港を含む静岡県沿岸部は南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されており、切迫する南海トラフ地震等に備えたハードソフト一体となった津波対策は極めて重要な課題であると認識をしております。内閣府の地震モデルに基づく静岡県の想定によれば、清水港周辺は南海トラフ地震による高さ1メートルの津波が2分、高さ11メートルの最大津波が13分で到達すると想定されています。しかしながら、委員ご指摘のとおり、日の出地区、江尻地区には、いわゆる無堤区間と呼ばれる防潮堤が整備されていない区間が一部存在しており、津波からの避難にも直結する防潮堤の整備等の対策が急務であることは十分に承知をしております。このため清水港では平成27年2月に港湾 BCP を策定し、同 BCP に基づいた津波避難訓練の実施等に取り組んでおります。また中部地方整備局清水港湾事務所が中心となって、静岡県や静岡市、地元関係者とともに清水港防災・減災に関する地域検討会を開催し、臨港道路のかさ上げや背後の緑地と一体となった防潮堤の整備など多重防護も取り入れた対策を検討しているところであります。さらに国土交通省では今般防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策として、災害リスクの高い地域等における津波高潮対策を位置づけました。本対策の一環として清水港においても海岸管理者である静岡県が行う立港の遠隔操作システムの機能向上に対し、令和2年度第3次補正予算における防災安全交付金事業により支援することとしています。ご指摘のありました無堤区間における防潮堤の整備につきましては、防災安全交付金事業や令和3年度から新たに個別補助制度として創設する津波対策緊急事業の活用も視野に入れつつ、海岸管理者である静岡県等とよく相談しながらしっかりと検討をしてまいります。大口君。次に一級河川安倍川について、ご質問いたします。冒頭に触れましたように、防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策が閣議決定されて、3次補正予算にも計上されたわけでありますが、中部地方整備局は平成20年に安倍川水系河川整備計画を、平成25年には安倍川総合土砂管理計画を策定し、長期的視線に立った流水土砂管理計画を実施しています。今後あらゆる関係者が協働して流域全体で被害を軽減させる安倍川流域治水プロジェクトを示す、ハードソフト一体となった事前防災対策を推進することが必要であると考えます。安倍川の河川対策として堤防の強化や水系低水護岸の等の浸食対策の推進、洪水の流下能力確保のための稼働掘削について5カ年加速化対策でどのような進捗が図られるのか、また掘削土砂の海岸用品等への有効活用が重要であると考えますが、水管理国土保全局長より答弁を求めます。井上水管理国土保全局長。安倍川は流れが急な河川であるとともに、上流からの土砂の流出量が多く、下流に土砂が堆積しやすい特性があります。このため静岡市内で多くの家屋浸水が発生した昭和50年54年10月の戦後最大洪水を安全に流すことができるようにするには、まず下流部に堆積した土砂を計画的に掘削することが重要であり、合わせて中流部でも堤防の拡幅、水系低水護岸等の浸食対策を実施することとしています。今回決定された防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策の活用によって、堤防の拡幅を5年以内に完了させるとともに、稼働掘削や低水護岸等の浸食対策を加速し、戦後最大洪水への対応を目標とした河川整備を5年程度前倒しして、令和15年度頃に完了させることを目指してまいります。また今後は気候変動に伴いさらなる降雨量の増加が見込まれることから、
これに対応するには、委員ご指摘のとおり、あらゆる関係者の協働による流域治水に取り組むことが重要です。このため、河川整備を加速化することに加え、氾濫水の市街地への流入を防ぐための2000堤の維持、保全するとともに、急流河川である安倍川の特性を踏まえた防災教育の強化に資するよう、教員免許更新時に水防災講習を実施するなど、静岡市と連携して、ハード、ソフト一体となった被害軽減対策を流域全体で充実、強化してまいります。また、安倍川については、急流と大量の土砂流出に伴い生じている下流部の土砂堆積や海岸浸食などの課題を総合的、一体的に解決するため、総合土砂管理計画を作成しており、これに基づき、静岡県とも連携しながら、過度掘削により発生した土砂を引き続き清水海岸等の用品に有効活用してまいります。大口君。次に中部横断自動車道についてお伺いします。中部横断自動車道は静岡県静岡市と長野県小諸市を結ぶ延長約132キロメートルの高規格幹線道路で、東名新東名中央自動車道や国際拠点港湾清水港ともネットワークを結び、沿線の産業文化観光等の発展に寄与する道路であります。静岡山梨を結ぶ全線が開通すると、両県庁間の所要時間は約1時間短縮され、移動時間の短縮は清水港を拠点とした物流の活性化や新たな企業誘致による雇用の拡大、定住人口の増加などが期待でき、さらに観光面では観光エリアの拡大や現地滞在時間の延長から新たな観光需要を開拓でき、落ち込んでいる観光産業の活性化が期待できます。一般社団法人静岡経済研究所は、新清水ジャンクションから6号インターチェンジ間の時間短縮効果は年間74億9100万円程度の経済効果があると調査報告が出ております。私も一日も早い全線開通へ国会質問や大臣要望に取り組んでまいりました。昨年7月17日、中部横断自動車道新清水ジャンクションから、マスホインターチェンジ間、第6回連絡調整会議において、南部インターチェンジから、下部温泉、早川インターチェンジについて、本年、夏頃の開通を目指し、改良工事や舗装工事を推進、引き続き安全に配慮しつつ早期開通に向け工事を推進する旨発表がありました。ところが昨年12月18日、甲府河川国道事務所は南部インターチェンジから下部温泉早川インターチェンジ間の下八木沢第一トンネル工事において、トンネルの構造物に不具合が生じたことを発表。復興コンクリートの内腔にへこみが縦断方向に約188メートルにわたって確認され、その一部において復興コンクリートの必要な厚さが最大で51ミリメートル不足していることが判明したことから、静岡県、判明したということであります。で、私も説明を受けました。ただ静岡関係のメディアでは報道がほとんどなくですね、ほとんどの県民は当該トンネル工事に不具合が生じたことは知りません。で、冒頭で述べましたように、静岡県民や静岡県内の産業界にとって中部横断自動車道の開通時期は大変重要な関心事業であります。改めてどのような不具合が生じ、原因究明はどこまで進んでいるのか、そして本年夏を目指している南部インターチェンジから下部温泉早川インターチェンジ区間の開通時期についてどのような影響があるのか、道路局長により答弁を求めます。吉岡道路局長。お答えいたします。中部横断自動車道は静岡県山梨県区間についてはですね、約8割が令和元年11月までに開通しておりまして、未開通である南部インターチェンジから下部温泉早川インターチェンジについてはお話がありましたとおり、今年の夏頃の開通を目指しているところでございます。そのような状況の中で、山梨県身延町にありますご指摘のトンネル工事でですね、復興コンクリートにへこみひび割れの不具合事象が確認されたことから、昨年12月18日にこのことをお知らせしたところでございます。これらの不具合の発生要因として、へこみについては復興コンクリートの天井部付近の片枠板が上部に変形した状態で、コンクリートを打ってしまったこと、
ひび割れについては復興コンクリートの壁部に乾燥収縮による力が集中したことを特定し、現在不具合事象が発生した約188メーターの区間の復興コンクリートの再構築を実施しているところです。なお未開通区間については、今年のですね、令和3年夏ごろの開通を目指しているところでございますが、これらの不具合事象への対応状況を踏まえ、開通時期に遅れが生じるかどうかも含め、開通時期に与える影響を現在検討しているところでございます。いずれにいたしましても安全留意しながら日時も早い開通を目指して引き続き努力してまいります。大口君。やはり静岡県民や、ね、産業界の方、開通時でありますので、この候補についてはですね、しっかりやっていただきたいというふうに思っております。次にですね、浜松国道1号浜松バイパスは、岩蓋バイパスと浜名バイパスを結ぶ延長約 18.3km、1日あたりの交通量約4万台のですね、静岡県西部地域の大動脈であります。この 18.3km の間に23箇所の信号交差点があり、旅行速度では国道155線と交差する石原交差点で、朝の下りが時速 10.5km、夕方の上り下りとも12キロ、長鶴交差点では朝の上りが13キロ、下りが14キロと時速20キロを下回り、主要交差点で朝夕の時間帯を中心に渋滞が日常化し、都市の活力低下を招き、交通事故の一因となっております。2018年2月の党分科会における私の質問に対し、石井前大臣が国、静岡県、浜松市等の関係機関からなる国道1号浜松バイパス連絡調整会議を新たに設置し、国道1号浜松バイパスの整備方針が方針の検討を進めていくという、答弁をいただきました。そしてその大臣の指示も基づきですね、同年3月に第1回の連絡調整会議を開き、これまで3回開催しています。2019年3月の第3回連絡調整会議では、長津交差点から篠原インターチェンジまでの 12.7 キロ区間を連続立体化する方針が示され、合わせて渋滞が特に激しい長鶴交差点から永田島、砂丘入口交差点までの 6.3 キロ区間は優先して早期に整備することや、整備方法としての今後の国直轄で行う方法や有料道路の活用等も含めた比較検討をする考えが示されました。で、2月の24日、中部地方整備局は社会資本整備審議会、道路分科会、中部小委員会で、全線立体化、立体化プラス平面6車線化、全平面6車線化の3案と、これに対する評価を示し、課題が顕在化している長鶴交差点から中田島砂丘入口交差点間の延長約6キロを評価対象区間に設定し、事業化に向けて有識者が改善策を検討する計画段階評価に着手しました。国道1号の交通課題が顕著な区間の交通容量を拡大するとともに、交差道路側にも効果的な改良を加えることで、市民の日常と物流等の定時性の向上を図ることは重要と考えます。早期に計画を取りまとめて具体化し、事業に着手すべきと考えますが、道路局長のより答弁を求めます。吉岡道路局長。お答えいたします。国道1号浜松バイパスの長鶴交差点から中田島砂丘入り口交差点までの区間については、主要渋滞箇所が4箇所あり、朝夕中を中心とした渋滞が発生しています。このため平成29年度より国、静岡県、浜松市などの関係機関で構成される連絡調整会議を設置するなど、本区間の渋滞対策の検討を進めてきたところです。一昨日の24日に開催した中部地方整備局の有識者委員会において、全体立体案、全線平面6車線化案、これらを組み合わせた案の3つの対策案を提示したところでございます。今後、速やかに地域への意見聴取を実施し、その結果を踏まえ、3つの案から対策案を絞り込み、都市計画手続きを経て、早期に事業着手できるよう、浜松市とも連携を図りながら取り組んでまいります。大口君。この国道1号浜松バイパスについて、非常にですね、
地域の、要望も強いわけでございます。あるいは浜松市の、今後を考えますと、ね、極めて重要なですね、この浜松バイパスでございますので、しっかりですね、着実に、進めていただきたいと、ここに思う次第でございます。次にですね、伊豆縦貫自動車道についてお伺いします。伊豆縦貫自動車道は、沼津市から下田市までをつなぐ、延長約60キロメートルの、高規格幹線道路で、伊豆半島の背骨の位置にあり、東名、新東名、圏央道ともネットワークで結ばれ、地域の経済、雇用、観光産業を支え、災害には緊急物資の輸送など、さまざまな役割を担う道路であります。また、下田市から第三次救急医療機関まで、現在約今1時間15分ほどかかっていますが、開通すれば約40分に短縮される命の道でもあります。で、さらに、伊豆縦貫自動車道の一部を構成する東駿河湾環状道路が暫定2車線で開通してから、沿線では新たな企業の立地や定住促進など、さまざまなストック効果が現れており、地方創生という観点からですね、極めてこの効果が高いということでございまして、早期の全線開通への地域の期待は高まっております。で、伊豆地域の発展と安全で安心できる地域社会を作るためには、この伊豆縦貫自動車道の早期全線開通へ、特段のですね、この力をいただきたいと思いますし、この沿線のですね、方々の本当に毎年のようにですね、要望活動をしているわけでございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。そういう中で、2月1日、本年の2月1日中部地方整備局は、計画段階評価が終わった天城峠を越える区間の月ヶ瀬インターチェンジから仮称川沿いインターチェンジ間のルート案を示しました。で、現在、環境影響評価と都市計画の手続きを行っていますが、当該区間の早期事業化へ向けた今後の取り組みと、川沿下田道路2期工事の進捗状況、さらに東駿河湾環状道路の未整備区間の足高インターチェンジ以西の事業化への取り組みについて、道路局長より答弁を求めます。吉岡道路局長。まずご指摘の未事業化区間であります天城湯ヶ島から河津までの間の約20キロについてはですね、都市計画や環境影響評価の手続き中であり、来月にはルートに関する地元説明会を開催するなど、引き続き早期事業着手に向け、静岡県とも連携を図りながら取り組んでまいります。事業中の河津下田2期については、並行する言動が夏の観光シーズンにおいて、大型車通行規制区間となっており、この課題を早期解消するために、河津インターチェンジから逆坂田インターチェンジ間約3キロの整備を優先的に進めています。現在、河津トンネルの掘削工事が約7割まで進んでおり、トンネル工事の進捗状況を踏まえ、開通時期を検討してまいります。さらに、駿河湾環状道路の未事業化区間である足高インターチェンジ以西の約5キロについては、沼津市外の国道1号の渋滞緩和などに資する重要な区間であると認識しています。この区間については、隣接区間の事業の進捗状況や、並行する国道1号の交通状況などを踏まえ、事業化の時期を検討してまいります。大口君。これは最後に意見として述べさせていただきますけれども、地方整備局や北海道開発局の職員数は、平成13年の国土交通省発足時以来、一貫して減少し、令和2年度までの間に事務所等を中心に約7000人、約 23% 減少しています。で、大規模災害が発生し、避難につながる迅速な情報伝達や、災害発生時における機敏な初動対応、現地を預かる直轄事務所等はぎりぎりの職員で対応しています。国土交通省の最大の使命は、相次ぐ大規模な自然災害や国民の命と暮らしを守ることであります。5カ年加速化対策を着実に進めるため、
防災減災が主流となる安全安心な社会をするため、現場の最前線で戦う直轄事務所職員の増員が必要であると、その意見を述べまして、質問を終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。これにて大口義則君の質疑は終了いたしました。次に